Java スタンダードエディション、 Oracle 認定資格 Java SE7 ブロンズに挑戦パート7です。よろしくお願いします。本日の内容は継承、オーバーライド、そしてオーバーロードについてです。まず1番目、継承。プライベートのついた変数は継承できません。そしてサブクラスはスーパークラスの属性と操作を引き継ぎます。続きまして、サブクラスをインスタンス化すればスーパークラスの属性と操作を引き継いだオブジェクトが生成されます。次に、サブクラスに引き継がれるもの、それはメンバー変数とメソッド、そしてファイナルメソッドです。次、サブクラスに引き継がれないもの、これはコンストラクター、そしてプライベートの変数、そしてローカル変数です。で、ポリモフィズムという単語がございますが、多態性ですとか多様性と呼ばれています。これはですね、継承とオーバーライドでできていると考えてみてください。スーパークラスにキャストしてもサブクラスのメソッドがオーバーライドすると。 Java コードで柔軟性と再利用性を向上することができるんだと。共通のインターフェースを持つ操作でも実際にはオブジェクトごとに振る舞いや動作が異なるんだということなんです。続きまして、オーバーライド。メソッド名、引数リスト、これ全く同じです。戻り値は同じか、その戻り値の型がサブクラスのものなら OK なんです。アクセス就職値はスーパークラスと同じか、それよりも公開範囲が広いものとなってます。例えばプロテクティッドであればパブリックでも OK ということになってます。続きまして、オーバーロード。オーバーロードとは同一クラス内でメソッド名が同一で、引数の型、数、並び順、これらが異なるメソッドを複数定義することを言います。メソッドのジグネチャ、すなわちメソッド名、引数の型、引数の数、これを同一にしないんです。そうするとですね、引数の数、引数の型、引数の順序、ちなみに戻り値は異なってもいいということでして、こういうことをするということはですね、どのメソッドを使うかを JVM が決めることとなります。オーバーロード、これを定義する際には以下の規定がございます。異なるメソッドの認識される部分はメソッドの次の箇所です。引数の型、引数の数、引数の並び順、次の箇所が異なっていても異なるメソッドとは認識されません。コンパイルエラーとなります。戻りの型、そしてアクセスレベル、引数名、スロー説、以上なんです。ここまでの説明では、言葉だけでわからないと思いますので、サンプルコードを用意してみました。まずはオーバーロードについてです。クラスオーバーロード、そしてエボイド、登録というメソッドを用意しまして、引数にストリングネームカンマ、ストリングカントリーといたします。処理内容はですね、system.outprintlan、名前はネームと。で、次のコードが system.out.println。引数がですね、国はカントリー。で、次のメソッドが void 登録、ストリングネーム。処理の内容が system.out.println。名前はネーム。これ1番目のメソッドと2番目のメソッド、名前一緒ですよね。ですが引数が違うんです。これオーバーロードしてるんです。で、最後にですね、Java アプリケーションのメインメソッド、パブリックスタティックボイドメイン、カッコストリング型の配列 args ということになりまして、その中でですね、このクラスオーバーロードクラスを入します。オーバーロードオブジェイコールニューオーバーロードカッコカッコということで、その後のコードがですね、オブジェ.登録、
鈴木太郎といたします。で、到達可能な最終コードがオブジェ登録佐々木二郎ブラジルといたします。これをコンパイルするとですね、名前は鈴木太郎、続きまして名前は佐々木二郎、続きまして国はブラジルと出るんです。すなわちですね、オブジェ登録と鈴木太郎さんという引数だけを書きますと、引数が名前だけの登録というメソッドを JVM が選んで使ってまいります。ですのでその時は鈴木太郎さんを表示するんです。ですがオブジェ登録佐々木二郎ブラジルと引数書きますと、名前と国が引数として持っている同じ名前の登録というメソッドを JVM が使うんだということなんです。ですから答えは名前は佐々木二郎、国はブラジルと表示することになっています。実際にやってみたいですよね。お見せします。クラスオーバーロード用意したんです。これをコンパイルして実行します。すると、名前は鈴木太郎、名前は佐々木二郎、国はブラジル、一緒ですよね。このようになるんです。オーバーロードとは、引数を見て JVM がどのメソッドを使うか選ぶんです。続きまして、オーバーライドについて見てまいります。メソッドをオーバーライドするときは、スタティックの UM が一致しないとコンパイルエラーになります。オーバーライドするんですから、スーパークラスにあるメソッド、そこにスタティックがついてるかついてないかによって、サブクラスでオーバーライドするメソッド、そこもスタティックがついてるかついてないか、一致させなければなりません。逆に、スーパークラスで、スタティックをつけなかったとしたら、サブクラスでも、オーバーライドしたメソッドがスタティックをつけないようにしなきゃいけない、合わせなければならないということですね。で、フィールドをオーバーライドするときはスタティックの UM が一致しなくてもコンパイルエラーにはなりません。ではパターンを見ていきましょう。パターン1、コンパイルエラークラススーパースタティックボイドメソッド、処理内容がシステム .out.println スーパーといたします。そして、クラスサブエクステンズスーパーパブリックボイドメソッド、処理内容がシステム .out.println サブといたします。クラスサンプル1パブリックスタティックボイドメインストリング型の配列のアーグススーパー S イコールニューサブカッコカッコセミコロン S ドットメソッドといたします。これ実行するとですね、コンパイルエラーになるんです。スーパークラスのメソッドというメソッドにはスタティックがついてるんです。ですがサブクラス、こちらにはメソッドというメソッドございますがスタティックがついてないんです。ですからサブクラスのものをインスタンス化してスーパークラス型の S という変数に代入してもその S というオブジェクトの中のメソッドを使ってもそれはスタティックな領域のものとスタティックでない領域のものがございますので一致しないというかコンパイルエラーなんですね。ではそれを実行してみましょう。このコードですね、クラススーパーそしてクラスサブエクステンズスーパー最後にクラスサンプル1、今と同じプログラムなんですがコンパイルして実行します。するとですね、コンパイルエラーと出たんです。で、理由がですね、下に書いてあるんですが、サブのメソッドはスーパーのメソッドをオーバーライドできませんと書いてます。ここですね、パブリックボイドメソッドということで、スーパークラスのメソッドにスタティックがついてるのに、サブクラスのメソッドにはスタティックがついてないからオーバーライドできませんよと書いてるんです。その下にオーバーライドしたメソッドはスタティックですと書いてます。エラー1個ですねという結果に至るんです。2番目、
サブと出力するコードを書いてみました。非スタティックオーバーライドです。すなわち、スタティックを使わないというんですね。結果、サブと出力するこのコードなんですが、見ていきましょう。クラススーパー。メソッドがボイドメソッド。カッコカッコ。処理内容がシステム .out.println。引数がスーパーといたします。次のクラスがクラスサブ。エクステンズスーパー。メソッド名がパブリックボイドメソッド。カッコカッコ。処理内容がシステム .out.println。引数がサブとなっています。で、クラスサンプル2。パブリックスタティックボイドメイン。ストリング型の配列の args。スーパークラス型の s という変数は、サブクラスのデフォルトのコンストラクトを入手したものと書いています。そして、そのオブジェクト s.method といたします。すると答えはですね、先ほどから申している通り、サブと出力するんです。なぜかと言いますと、スーパークラスのメソッド、スタティックついてませんよね。サブクラスのメソッドにもスタティックついてないんです。ですから、これ、オーバーライドするんです。サブクラスのものを入意してますが、スーパークラスに代入してます。ですが、これ、スーパークラスを継承してサブクラスございますよね。ですから、サブクラスのものを表示するんです。ではですね、コンパイルして実行してみたいと思います。クラススーパー、クラスサブエクステンドスーパー、クラスサンプル2ということですね。ここにも書いてあるんです。これをコンパイルして実行するために、コマンドプランプトを開きます。この Java コードがある階層にチェンジしますので、チェンジディレクトリ、そしてアドレスを貼り付けます。階層のアドレスですね。で、Enter です。で、コードがある実階層に移りました。で、コンパイルしてまいります。Java、コンパイルの C。クラス名はですね、サンプル2と、そして .java といたします。Enter。コンパイルできたようですね。では、実行したいと思います。Java、サンプル、といたします。これを実行します。するとサブと表示するんですよね。で、最後にですね、スーパーと出力するコードを用意してみました。これはスタティックオーバーライドです。見ていきましょう。クラススーパー、メソッドがですね、スタティックボイドメソッド、処理内容がシステム .out.println、 引数がスーパーといたします。次、クラスサブ、エクステンズスーパー。メソッドがパブリックスタティックボイドメソッド。処理内容がシステム .out.println。引数がサブといたします。で、最後にですね、クラスサンプル3といたしまして、パブリックスタティックボイドメイン。ストリング型の配列の args という、メインメソッドの中にですね、スーパー型の s という変数を用意しまして、サブクラスのデフォルトのコンストラクターを入手したものを代入します。その s というオブジェクトのメソッドというメソッドを呼びます。答えはスーパーと出力するんですよね。実際のコードで見ていきましょう。クラススーパー、そしてクラスサブエクステンズスーパー、最後にクラスサンプル3と用意されたんです。で、これですね、スーパークラスにスタティックついてます。サブクラスのメソッドもスタティックがついてるんです。つまり、両方ともスタティックな領域でコードが書かれてるんです。そして、サンプル3、メインメソッドの中でも、これはスタティックな領域の中ですから、スーパー S イコールニューサブ、カッコカッコといたしましても、S というオブジェクト、これはですね、スタティックな領域の中ではスーパーのものを呼び出してしまうんです。ですから、これコンパイルして実行したいと思います。コマンドプロンプトを開きまして、チェンジディレクトリといたします。で、この Java コードがある実階層のアドレスをコピーしてまいります。
そしてエンターです。で、コンパイルします。Java C のコンパイル。で、サンプル3.java といたします。エンターです。コンパイル、正常動作しましたよね。実行します。Java サンプル3といたします。エンターです。すると答えはスーパーと出力するんです。以上がですね、今日の動画の内容、継承とオーバーライドとオーバーロードについての動画だったんです。簡単にはなるんですが、これでこのビデオは終了といたします。また、この動画で使った資料は、この動画の下の説明欄からダウンロードできますので、ぜひご覧になってください。それではどうもありがとうございました。